回作るカゴはこのちょっと大きめのカゴです。ゴミ箱としてもね使えるし、木の実なんかを収穫するカゴでも実用できます。では作っていきましょう。これを角っこから斜めに巻いていきます。緩まないように巻いては締め、巻いては締め、巻いて押さえる、巻いて押さえるですね。でこうしてこう尻尾ができると、ここを持ってこうくるくるっと回していきます。そして巻き終わりのところはボンドで留めます。これ、はい、このくるくる棒ですね、はい、片手に4本、片手に5本、ね、利き手に5本持つ方がいいですね。5本と4本をクロスさせて持ちます。5本のうちの1本を曲げて クロスさせた棒を縛り合わせるように巻きつけます。ここで短くなっているので継ぎ足します。もう一周します。2周したところで巻き付けを一旦やめます。そしてこの縦芯ですね、2本ずつ、2本ずつです。はい、ここは1本になってしまいます。1本のところに芯を足します。そしたらこの網芯で2本ずつ上下上下交互に編んでいきます。縦芯2本ずつです。縦芯2本ずつ編んでいきます。縦芯と縦芯の間が空きすぎると編みにくくなってくるので、ここで縦芯を増やします。増し芯をします。
縦芯2本の横に2本ずつ刺していきます。ただ縦芯は奇数にしないといけないので全部に2本ずつ足していくと偶数になってしまいますから、どこか1本だけ増し芯をしないで置いておきます。はい、2本ずつ継ぎ足しました。1本だけ継ぎ足さずに置いておきます。縦芯はね、奇数にしないといけないので1本だけ継ぎ足さずに置いておきます。なぜ1本だけ？奇数にしないと編んでいった時に同じところばかり通ってしまう。ああ、そうか。芯が短くなったら継ぎ足して、はい、増し芯をした縦芯を同じように上下上下と編んでいきます。うん、底の部分がねできたら今度は壁を立ち上げていきます。縦芯を上に上げて、今度は上に向かって編み上げていきます。縦芯が短くなってきたところへ継ぎ足しをします。芯を外側から内側へ差し込んで、縁を留めるわけですけども、縦芯を内側から外へ出していきます。すでに倒れている一番最初の芯、その内側から外側へ出します。はい、全部の芯を内側から外側へ出しました。で、今度は外に出た芯を外側から内側へ入れます。で、全部の芯を同じように外側から内側へ入れます。
全部の芯を内側へ入れました。セットを3つ1組にします。最初の2本で、あとの2本をまたぎます、はい、そして、下へ入れます、はい、次の芯の下に次の芯、持って、はい、3つ、そして2つまたいで下に入れます。長すぎるあまりは切ってしまいましょう。